あもうルキー中丸スカでちょっともうやろうかなっていう感じですね。はい。ちょっと歯医者側から頑張らせていただきます。頑張ってください。歯医者側から午前中は、はい、まあ、アップセットっていうんですかね、はい、まあ、今のところ他の方は順調に勝っているんですけど、小梅さんが唯一、そうですね、小梅さん、いや、アースさんも負けてます。アースさん負けたの。アースさんがナンちゃんさんに勝ってる。ナンちゃんがじゃあ勝者側、はい、というかすごいですね。で、あと小梅さんが有香さんに負けて、有香さんは有香さんが1位通過、その勝者側も有香さんで2位にも勝ってるから、2位がラッチーさんなので、ラッチーさんが2位かに向かって、そう、勝者側は1位通過。有香さんもともとシードの順位的には3位ぐらいの、いや多分4位ですよ。あ、そっかそっか、小梅さんと先に当たってるから4位か、うん、ノーシード、ノーシードじゃない、第4シードまであるから、あ、シードは4つまであるんですか、今回は。へぇ、多分第4シードなんじゃないですか。なるほどですね。第4シードで小梅さん倒して、あ、本当ですね。5番目からがあいうえお順になっているので、はい、4番目まではシードとして追加されて、で1位と4位が先にトーナメント当たる感じですね。なるほど。そうなんですよ。これは僕がどっちやればいいですか。え、実況か解説か。どっちでもいいですよ。僕は実況はまあやったことないんですよ。じゃあ実況やりますか。実況やったことないなら、いや、チャレンジする的な意味で、そうそうそう。ちょっとそこはまずニータロさんのお手本を見せていただきたい。じゃあ僕がやりますね。お願いします先輩。先輩なのでね、もうチームに所属する同士の。悲しいな。なんで悲しいですか。いやー、ちょっと後輩がアップセット起こされて。初タグついてから初のウェブラで、うん、まさかのもう敗者が。今まで結構調子良かったのにね。いや、なんか僕梅村はすごい負けるんですよね毎回。前回も梅村48とかで終わってて、あ、それ以外は大体まあ一桁とか取れてはいるんですけど、今回もそのフラグが立ってしまった早速。あら。まあここでめげずにね、敗者が追加したい、ね、所存。さあ、君原ふわがまだ始まってないですね。これは A ブロックの方ですね。まだ A ブロックです。ここは桐原くんはロゼッタ対マルスですかね。マルスじゃないですか。あ、ルキナかな。あ、そうかそうか。桐原さん最近はどの相手に対してもルキナを使ってるみたいですね。そうなんすか。そうなんす。なんでルキナなんですかね。横スマッシュが強いからとか言ってますね。あ、単純に自分のプレイスタイルにルキナの方が合ってるっていう風な判断になってないでしょうか。なるほど。まあ技は確かに横スマッシュはルキナの方が先端じゃなくてもしっかりと飛ばせるっていう意味では、はい、魅力は感じますけどね。強いかどうかはさておき。まあでも横スマバルスしっかり先端当ててたら撃墜できるの。やばいですよね、あれ 50% くらいからもうやばいっすよ。コッパみじんになりますよね。コナミじんですよね。なんで言い直したんですか今。一刀両断って感じで。ベヨネッタの商品商品でスマッシュボール食らったようにパーン。いや、消えます消えますね。弾けちゃう、飛んじゃう。なんか 40% のベヨネッタ掛け放し行動をする人多くて、結構そこに横スマを打つと 40% ぐらいで死ぬんですよ。びっくりします、あれ。お互いびっくりして思わず対戦中でも顔を見合わせちゃうんですよ。え。あ、マルスを選択しましたね。マルスじゃないですか。ちょっと僕を攻めんでや。そういう日もありでしょうか。まあでもなんかルキナの方がロゼチコはチコを飛ばしやすいっていう点でルキナにしてる人が多いって聞いたんですけど、飛ばしやすいのもあるんですけどヒットストップがかかっちゃうんですよね、チコに対して。それで反撃をもらう可能性がマルスの方が増えてしまうんですよ。あ、でもマルスなんですね。でもマルスですね、まあ、やっぱ横スマじゃないですか。 40% で倒したい、壊してやるぜ。さあ始まりました、1戦目フワ VS 桐原でジャセンとマーベラスで取って、さあチコ、さあ DA の差し込みがうまい。ちょっと今のこう処理したかったところが植木を当たらなかったですね。そうですね、なるほど。マルスの植木は戦場の台に関してはしっかりと貫通して上の方に判定を残すことができる技なんですが、ちょっとチコの落ちるタイミングが遅かったか、ちょっとタイミングが悪かった感じですか。そんな感じですね。なるほど。負けは上がってパーセントは若干桐原優位だが、上選手チコ処理をうまく。この状態に桐原さん飛び道具がないとなかなか崩せませんよ。この状態に桐原さん本当硬いんですよね。そうなんです。チコがいるときは攻め寄りの立ち回りをかなり重視はしているんですけど、はい、守り寄りの立ち回りっていうんですかね、それが非常にうまい、はい、なるほど。むしろチコがいなくなってから守りになるって感じですか。かなり
まあ、しゃがみ歩き、しゃがみ引き歩きからの様子見が増えて、対空には上スマッシュ、はい、で相手の回避にはしっかりとつかみを置いたっていう、そういった正解策を通すのが非常にうまいですね。無理じゃないですか、それじゃあ崖が苦しそうですね。そうですね、このカードは崖つらそうですよね。マナスの崖話食う前はチコには当たるんですが、ロゼッタ本体には結構反撃を取られてしまうんですよね、はいはいはい。で崖話ということは要するにジャンプがなくなっているので、その後に復帰措置を食らってしまうともう、まあまあ、ゲーム設定になる可能性もあると。復帰措置で終わってしまうということですね。はい、なるほど。しかし状況はほぼ逆、ガキに追い合わせているのはフワマルス。おっと、位置入れ替え完璧で、今のすごいですね。ダッシュ入れてましたよ桐原さん。そうですねまさかの。さあガキはどうする。ジャックが強い。これはもう苦しかったですね。後ろに逃げようにもガキを背負っていると、ね、先制していったのは桐原でしこ。さあフワマルスどうする。ジャックが硬いぞ。ジャックの壁、肉壁がチコの壁が厚い。なるほど、ジャックを置くことによって相手の攻撃判定を相殺して無効にしてるってことですね、はい、そうですよね、今の見てる感じですと。素晴らしい横尾。おっと、無理やり突っ込んで復帰阻止は、復帰阻止は、え、どうした、ジャンプがなかったか、桐原のチコちょっとミスってしまう。さあこれにはちょっとフワ選手もびっくりしたところか。さあ DA、 しかしターン継続は終わらない。桐原の火力高いですね。気づいたら崖、うー、しかも着地も許さない。そしておっと、ちょっとミス。さあクエルから、さあチコも吹っ飛ばす。大負けつきだ。キラーさん、はい、相手が攻めてきた時のタクが結構豊富ですね。マルスに関してはダッシュガードなんかもまずできてます、はい、ダッシュガード。マルス結構チコを飛ばす時にジャックを打ったり空間を打ったりとかするんですけど、その空間を打つタイミングでダッシュガードを仕込んでしっかりと反撃が取れるようにします、ね、なるほど。チコを釣り、おーって横さん刺さって1本目取っていったな。キリハラズチコ、チコをこう釣りにして技を振らしたところを本体で半角取るみたいな、そういう感じですね。なるほど、対空が素晴らしいです。しっかりと大ジャンプを使ったところでは、はい、空中上で反撃を取ってから浮かせているようにしますね、はい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 、そこから火力をどんどん上げていっていつものお決まりの展開を作ってる、ね、はい、小ジャンプなら別のタクって感じです。小ジャンプに関しては引きながらガードもしくはダッシュガードを混ぜてしっかりと回答タクを用意している感じですね。素晴らしいですね、やはり桐原選手そこら辺抜かりないですね。サイズ感がすごいですねこれ確かに、やっぱり遠近法、遠近法もあるだろうけど山になってるじゃないですか小さんがもうちょっと画面に近づいたら同じぐらいの身長になってるかもしれない。え、でも位置逆でもそんなに触らないと思います確かに始まりました2戦目ステージはスマムラ。さあこれなんでスマムラなんですかね。マルス側はおそらく崖を背負わせて地高処理をどんどん詰めていきたいといった意図があるんですかね、はい。なるほど、マルスって、はい、着地自体もそこまで強いキャラクターではないの で、ね、広めの終点なんかを取ってしまうと、はいはい、ずっと浮かされる展開を作られてしまうんですよね、はいはいはい、なので、まあ、その移動台も経由して着地がしやすいかつチコを飛ばしやすい、はいはい、スマムラを選択したんじゃないかなというふうに。なるほど、主にチコ勝利のためってのが大きいですか。やっぱりかなり大きいですね。崖を背負わせた後に剣の判定を押し付けることで、はい、チコをそのまま崖の外へ出すことができます。チコを裏当てで外へ位置が逆転した。このダイブはちょっと危険な場所だ。お、横スマでチコがまだ生きる。先端じゃなかったか。先端だったら倒れていたでしょう。そうですね、ただ先端だったらちょっと硬直も長いので。そうなんですよねえ、面白いですね。チコと、あ、しかしこれジャンプがないので、おー、ギリギリ残る。さあキリハル選手もちょっと着無理だろと思ってしまったか。あのウェビー、実はウェビーを入力した後に、はい、上方向にスティックを倒し続けることで若干対空時間が上がるんですよ、はいはい、マルスですか。そうですね、はいはいはい、その対空時間を利用して若干横移動にして崖に捕まるってテクニックもあるみたいですね。さすがやはりそこら辺マルススカイだけあってしっかりしてマルススカイですから裏当て。さあチコもしっかり DA で、あ、うまい着地際空中後ろ。素晴らしいです。崖に自分がいると見せかけて上に移動するのを待ってましたね今は、はい、完全に積んで釣ってましたね。釣ってましたね。さあしかし桐原の攻めがまだまだ終わらない。気づいたら 54% 火力が高い。真下にした時の暴れ技が下空下しかないんですけど、あの空下もロゼッタの無敵の空上で負けちゃうんですよね、はいはいはい、もう暴れ技がほぼ存在しないような感じです。厳しいですね。そうなると空中横移動もあまりないキャラクターなので、はい、どうしても、あー、回避見られて空下まで生きる。さあ、あー、空中後ろ完璧な復帰阻止。勝ったのは桐原。素晴らしいですね。今ちょっと崖放しの空前を掴んだ感じなので、はい、ジャンプがもしかしたら残ってなかった可能性がありますね。なるほど、そこをしっかりと見越して、はい、もうジャンプが残ってなくて距離を稼ごうと横に移動したところに空中後ろを合わせた感じですね、まあ、今のはちょっときつかったですね。きつかったですね。ジャンプがないのであれば確かに、いや素晴らしい。
キリハル選手の1回ターンを取ってからのずっと継続力が高いんですよね。もう一番の理想形としてはやはり固い立ち回りを維持して自分がターンを取った時にどれだけダメージを稼げるかっていうところに重視を置くのが、まあ、スマッシュブラザーズにおいてはかなり重要な立ち回りというふうにされているんですが、キリハルさんはその展開を作るのが非常にうまいような印象を受けますね。さすが最上位プレイヤーだけありません。そうですね、二度さんもちなみにうまいです。そうですか。これ人硬いんですよ本当に。皆さん知ってると思うんですけど、でも壊れるんですよ大会だと。大会だとなんか壊されてるんですよね。おかしいな。さあ次は誰ですかな。誰ですかね。大之助対大輝。大輝さんじゃない、カルラさんだ。おお、カルラさんといえばお互いシードではないですよね。多分そうじゃないですか。ロゼッタ使いのカルラさんですよね。そうですね。あれあれ誰の場所だ。気になる。ああ、カメメの場所だ。カメメは体調不良により今日は休みなので。そうなんです。なるほど、それは納得ですね。いや体調不良か。パスターさんを破ってますね、カルラさんが。おお、いや違う、大之助さんがパスターさんを破ってるのか。そっかそっか、そっちか。でカルラさんとカメメが当たりを出会ったのが、カメメがいないことによってカルラさんがそのまま、そうですね、誰かに勝って上がってきたって感じでしょうね。ですね。さあロゼッタ DD どうですか、このマッチアップ。 DD 使いの新島さん、いやこれ結構きついんですよね。結構きついんですか。まああの不利とは思いませんけど、まあ、ビフリあるんじゃないかなと。ビフリから5分。ビフリの根拠はどんなところが。いやマジで着地できないんですよ。DD コングでも着地できないことがあるんですね。着地できないんですよ。横 B が遅くてやっぱ出るのが。はい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 。崖を背負った時も、はい、大ジャンプから横 B で逃げれるような。いやそれもそんなことないですか。そんなことないですよね、意外に。へえ、なるほどですね。大体のキャラって蹴ったら当たるんですけど、はい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 、横 B して蹴って横 B 戻っていくと当たってお互い食らって結局戻れるみたいなの多いんですけど、はいはいはい、私この国に一方的に負けるんでごまかしが効かないんですね。ごまかし効かなくて、であとバナナがマジで通用しないのと、下強エスマが入んないんですよね。下 B とか関係なく目の前にチコがいる関係でバナナが通らないんですね。そうそう、バナナが全然通らないのと、下京上様もなんかチコのせいで基本的に当たんないし、当たったところでなんかずれやすいんで、すごい抜けやすいんですよ。ロゼッタふわふわしてる関係で、はい、ただ技がかなり抜けやすいキャラクターとして、ね、上投げ空への2択がマジでなくて、ロゼッタのチコ、はい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 、そのせいで撃墜がマジむずいんですよ。上投げで飛びすぎてしまうからってことですかね。そうですそうですそうです。なるほどですね。それでなんかもうそこら辺がきつくて、ほんと撃墜がきついんですよね。まあただあのフリップを通せればすごい楽です。一回フリップを通してチコの処理をしっかりと行った上でラインを詰めれば、あとはもうバナナ通す展開と。そうですね、そうですね。まあ バナナなくてもなんか楽って感じですね。なるほどですね。結局のところそのチコをフリップで簡単に処理できるんで、はいはいはい、フリップ以外逆に処理できないんですよ、ディディって。フリップキックをうまく通す力がディー側には求められる力だと。通んなかったら結構きつくて負けちゃうみたいなことが多いですね。うまい。今のは飛ば選手を彷彿させるような回避狩りでしたね。弱して回避読んで、ウエスマロゼッタ使いお得意の技ですね。チコがいるときに崖を背負わせたときに横回避をしっかりと狩ると、はい、そうですね。さあお、うまい。さあ こうやって蹴っても殴あの今みたいに張り付いてもどちらも飛ばせるので。なるほどですね。フリップ通るのがすごいですよ。ああ読んでましたね。今の下強が通らないっていうところでしたか。そうですね、今の下強ウエスマ行ったらチコに殴られてるんですよ。なるほどですね。まあ、しかしここ、まあ、復帰阻止が主にディディ、やっぱロゼチコの撃墜は復帰阻止かなっていうところはありますけど、空中後ろや空中前で崖のターンを継続してということになりますかね。ディディ側もその崖は継続しやすいので、ロゼチコには曲がられましたけど今これは気が逆に苦しいか。大丈夫でしたね。崖はどうする。あっ受け身完璧。さあ DA キャンセルつかみ、ロゼッタ使いのダッシュアタックキャンセルつかみ、ダッシュアタックとつかみ、ダッシュアタックをキャンセルすることでつかみが入力できるんですが、今のチコのダッシュアタックはキャンセルされないので、ダッシュアタックをしつつ、つかみを入力するといったテクニックですね。はい。まあ、チコと本体、チコに投げがないのでできるっていうゲートですよね。なるほどですね。あーっと、飛びすぎ。まあ、さすがにあのパーセントはもうきついです、ね。寿命って感じですかね。はい。あー、空中エーゲン。しっかりとガードを削れるのを見てましたね。さあこれ美味しい。空中前に暴れていた、まあ、空中前上がりは結構やるしかねえみたいな感じでロゼチコが振りますけどよく。さあどうする、空中しろ。
これスマブラのメリットしっかり生きてますね。どちらがやられたかわからないですけどそうですね、まあ、チコは結構戻るまで待てますよね。はいはいはい、僕戦場とか終点の場合はそんなことはない感じですかね、はい、もうどんどん DD が詰めやすく、 DD は結構詰めれるんで、空中上だったり横 B もあるので、やっぱ台上止まってる台に対してはプレッシャーそこそこかけれますよ。はい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 、さしかしスマブラの台は動いているようにステージの外にも出てしまうので、そこで時間を稼がれてしまうと。空中しろ、神お互い食らって崖上がってる上、おっとなんだ、確定を取らずに何か狙っていくカールラのデチコ後ろ投げ、さあチコは怖い、さあ空前じゃ飛ばない、さあ2段目飛んでくる前にしっかりと投げて外、チコ処理は完璧、チコは処理しますね。おっと後ろ投げ、さあ崖のターン、おおおお、さあこれはゼロっぽいがゼロでしたね今の僕今やられた記憶呼び上げました。あ、うまい着地がね、しっかりベスマン、崖がかなり硬いですね。そうですね、大之助さん、大之助選手、まあ、今の上スマ良かったですね。結構そのカウラ選手が無理やり着地してきてたんで、そこに対してもしっかりと最大入れ込むっていう感じでしょうね。今の上スマは1戦目が終わる前に対応しきるっていうのはかなり重要なポイントですね。重要ですね、すごい、まあ、できるかどうかでだいぶ変わってくると思いますけど、はい、特に DD ロゼッタという撃墜が難しいマッチアップに関してはその撃墜択を通せるかどうかっていうところはかなり重要されているポイントとしても言えるでしょう。まあでも撃墜難しいって言っても結構煮詰まってから撃墜が難しいというだけの話ではあるんですけど、さあうまいチコからの空中後ろでピタゴラスイッチでしたね。おっとまたピタゴラ、さあ2回目のピタゴラが入り、しかししっかり着地、ダイナスケ DD バナナ出してどうする、さあバナナは比較的無視という選択、カウラ選手、おうまいぞ、チコを避けながらバナナを投げて、なるほどですね、大ジャンプ、大ジャンプじゃない、ショートジャンプからのバナナ投げだったらロゼッタの方が本体がでかいのでそこに当たる感じですね。それはあるんですけど、まあ結構怖くはありますよ。さあ横尾、さあガケマ、さあカウラ選手とりあえず着地させる、うまいぞ投げて、さあベクエンは完璧、うまいですね。空中後ろ受けて、空中後ろチコ処理完璧だ、空中後ろの吹っ飛ばしが高いせいでチコの処理がかなり楽そうですね、はい、空中後ろはそうですね、まあ、おお空中、しかし DD 側は危ない、空気としてはどうする、あバレル当てにいったがバレル当たんない、さあこれはちょっと逆に DD 側、あ爆発、今の爆発かなり吹っ飛ばし高いので当たったら撃墜していたでしょう。当たったら撃墜でしたね。ピタゴラスイッチトラップ貼られてましたね。はい、これもなんか見たことあるなさあ先制していったのはカラ、回避見てる、さあしかし次は通らず、さあ横 B でしょうやはりカルラ選手の特徴としては、はい、やはり回避を見てそこに技を置くといったところが挙げられますね。確定もあまりその取らずに回避を見るみたいな補正切っていく感じが多いですよね、カルラ選手の特徴。おそらくロゼッタのコンボ力としては上に上げたいので、はい、そこの上に上げるコンボを優先して、はい、一旦確定よりもさらに高いダメージを狙いに行くといった感じなんでしょうか。あ、まあでも空上が確定すると思うんですけど、いろいろな時に、まあ、ちょっとわからないですね、本人に聞かないと。あとで聞いてみましょうか。まあただ結局のところあの補正切っても流れは取れるんで、うまく噛み合えば強いので、ね、なるほどですね、問題はないと思うんですけど、そこまでの。さあ空下上がって、おっとバナナ当ってしまう、横尾を避けて、さあ差し合いどうする、片方はバナナこ、あ捨てる、なんであれはバナナ捨てたんですかね。投げる力があまり強くないキャラクターなのでDD 投げても取られてしまうといった判断なんでしょうかね、はい、あなるほど、あまりバナナを有効活用できないのは捨ててしまうという、はい、感じなんです、ね、それもバナナの生成の隙を自分から叩きに行った方が早いと、はいはいはい、そういった判断だったかもしれませんね。バナナの位置がいやらしいですね、今のバナナはうまいですね。さあ読んでる、さあ見てからしっかり投げ、ダイナスケッティ、おっと復帰阻止は、これうまい、うまいけどこれは、あ当たんなかった、2回目の崖つかまりの阻止がちょっと遅れましたね。そうですね、自分が帰ることを優先したような形、はい、さあバナナに対してウエスマー、フリップキックの距離がちょっと伸びたり伸びなかったりで結構あとスケアリーに困ってますね。ああ崖バイクーゴー火力高い DD ですか、ごめんなさい、火力軽いは高いは違います撃墜力が高いでした撃墜力が高い、ピタゴラスイッチ早速作られてますね、クリップ動画、
あんまり起きないんですけどね。まあその序盤の低パーセントのロゼッタとチコの間をくぐり抜けてきた相手によく起こるような状況ですよね。確かに。さあこれで一旦 A ブロックは終わりかな。おってことはもう B ブロックですか。おそらくもう前で見ている待機中のプレイヤーがいないので B ブロックの動画が配信するか、はい、もしくは勝者が決勝待ちですかね。なるほど。じゃあどうしますかライトさん。僕はもうカレー食べちゃったんで雑談。僕ちょっと昼飯食べてないんで誰か探してきていいですか。カレー食べてきて大丈夫ですよ。カレーですか。カレーはとても美味しいので、あの梅村会場、はいはいはい、隣にカレー屋さんがある、インドカレー屋さんが、はいはいはい、そこがねもう非常に美味しいとグッドで、チョコさん連れてったんですけど、はい、ここはリピードって言ってました。リピード、リピートすると。飯タイム、飯タイム。じゃあ僕は飯行ってこようかな。じゃあライトさんはカレー食べたんでお腹いっぱいだろうから。カレーのレビューしてます。え、あ、じゃあカレーのレビューちょっともう視聴者に伝わるぐらいカレーの美味しさを任せてください。あと とんがらし麺のうまさをね。宣伝、これ僕食べたことないんですよね。え嘘でしょいやなんかちょっとね最近糖質制限してるんですよ。さっきカレー食ったばっかだけどカレー食べたって言ってなんか糖質制限とか言われても本当かよみたいな。ちょっと妄想で宣伝させていただきます。とんがらし麺、こちらチーズとトマトをベースにしたラーメンなんですよね。はいはい、はいはい、もうなんかとんがらし麺というタイトルから想像できないぐらいマイルドでちょっとピリ辛で美味しいという。いや結構辛いらしいですよ。おかしいなちょっとレビ下手ですね、ごめんなさい。なんだよ完全に妄想でした今ピリ辛って。妄想でレビューする方がなんかバカにしてるでしょいやバカにはしてないです絶対うまいでしょこれ。だって乾液せんとチーズとトマトですよ、うん、なんかね相性最高じゃないですか。この辛い粉があるんだよこれ。パウダーこの辛さ調節パウダーがあるんだよこれ入れなくても辛いらしいよ全然違うじゃないです かむしろこれ入れなかったらただのトマト麺かと思ってました。なるほどですね。これを入れてさらに辛さを調整すると。調節パウダーと書いてますね。全部入れたら辛さレベル5オーバー780スコビルらしいです。スコビルが何なのかもよくわからないですけど。カロリーは、カロリーは大丈夫です。糖質を見てほしいんですよねやっぱり。糖質、あ、意外と少ないですね。 12.5? 違いますよ。え、それ脂質です。あ、本当だ。糖質、炭水化物は 38.5g。 38.5g ってことはだいたいおにぎり何個分ですか。おにぎり 0.7 個か 0.8 個分ぐらいです。おにぎり、あのお茶碗一杯のご飯でだいたい糖質50ぐらいなんですよ、はいはいはい、なんで、まあ、これは普通のお茶碗一杯のご飯よりも少ない、はいはい、ダイエット食ですね。ダイエット食なのこれこれダイエット食なの。ダイエット食です。ご飯一杯より少ないので、まあ、そのご飯一杯とおかず食べるよりも痩せます。しかもカプサイシン入ってるので、あのカプサイシンってダイエットにかなりいいんですよ。え、カプサイシンって何？あの唐辛子に入ってる辛さ成分ですよ。はいはいはい。カプサイシンはかなり、はい、あのお腹の燃焼を助けてくれるので。はいはいはい。え、でもこれ唐辛子って書いてるけど唐辛子入ってるかどうか分かんなくね。んとうの違いですか？そういうことですか？そう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 。え、それはなんかもう小学生レベルの小学生レベルの揚げ足取りじゃないですか？大丈夫ですか？普通に唐辛子入ってるでしょ。入ってるか。香辛料唐辛子書いてあるじゃないですか。あ、本当だ本当だ、入ってるね。まあ、それ入ってる。ただのタイトルもじっただけ。何言ってんすか。意外になんかもうこういうのってさ、もうすごい太るイメージがあったんだけど、意外に痩せるんだね。いやダイエット食ですよ。ダイエット食とまでは言わなくね。目指したい方はぜひ唐辛子麺の方ご購入なさってくださいね。あれですね、糖質制限なんかきついなってきたとんがらし麺を食べてダイエットする、はい、その通りです。ちなみに、はい、糖質制限してる方の1日の糖質摂取量は50なのでこれ結構アウトですあと12しかない12しかないです。え、糖質制限で全部糖質制限してるわけではない。全部というのは、いやなんかもう全く一つも糖分取らない。あ、50までは食べていいんですよ。あ、そうなんだ。あの糖質ってどの食品にも一応含まれてはいるので、はい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 、その合計値が50を超えないようにうまく調整しなきゃいけないんですよ。はいはいはい。まあ、計算ですよ、計算、数学です。え、計算するんですか。一応します、します、します。してるんですか。今日は、今日はもうどれぐらい糖質取ったんですか。今日は何のおかわりしたのでも無理ですおかわりしなくても無理だと思うんだけど50絶対超えるでしょなんとても美味しかったです。サクサクしてふわふわでもちもちで。え、ご飯じゃなくて何だって。いや、ご飯はなんかちょっともういいかな。あ、ナン、ナン、ナン2枚、ナン2枚。ナンの方がまだ太らないイメージがあったので、ナンにしました。でもナン美味しいよね。ナンはうまかったです。
あのインドカレー屋さんなんてなんであんな美味しいんでしょうね。わかんない。いやあれ焼いてんだよその場で。焼いてるんですよね。あのね、釜があるんですよ、どこの店にも。びっくり。そうインドカレーってね、大体本場の場所ってこう釜があって、しかもそこのナンのサイズがこれくらいだったんですよ。でかいな、こんな。はいはいはい。もう1枚だけでもお腹いっぱいになれるぐらい。あ、おかわりは無料。おかわり無料ですな。無料何回も。何回でも行けます。何回無料。何回でも行けます。神だな。持ち帰りはできませんよ。でも昔さ、あの俺の家の近くにダウラギリっていうインドカレー屋があって、はい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 、そこもなおかわり無料だったのね。で俺たち大学生だったからオフとか行ってもう毎回そこ行って食いまくってたら、気づいたらなんかおかわり3回までになってて完全にあなたたちのせいじゃないですか。ちなみにそれは、はい、おいくらぐらいだったんですか。結構安かった、700円とか800円ぐらいで。甘いですね。僕の近くのカレー屋さん500円でワンコインですよ。おかわり自由で。強すぎるな。強すぎます。そこ行きまくっておかわり3回までにしようよちなみにそこはあのこれくらいの10人分の、はいはい、1皿10人分のカレー30分で食べたらいくらなんか無料みたいなキャンペーンが出て。え、じゃあ10人で行けばいいじゃん。いやそれは1人で。あ、1人か。で、あの会社帰りの OL がそれ1人で食べて完食しました、はいはい、マジ？びっくりしました。もう社会のそのストレスをカレーに当てるみたいなわーっ。いや辛いからさらに燃えるんでしょうねストレスも。あの上司許さねえあの発言セクハラ発言だろみたいななんか一応、はい、食べ終わった後に興味本位で話しかけてみたら、はい、どこにそんなにカレーが入るのかっていうふうに聞いたんです、はい、そしたらここまで結構距離遠くて30分ぐらい歩いてきてるんでそれでもう、はい、お腹がするの大丈夫ですって言われて。いや関係ないと思うんだけどな同じ人間とは思えませんでしたね。だって結局胃の許容量があるわけで。あります、あります。増えるわけじゃないからな歩いたらそれがなんで歩いたらむしろ胃が拡張するみたいな30分歩いたらだいぶ運動してるんだみたいな感じなわけでしょ歩きは45分以上歩かないと効果ないらしいけどね。そうなんですか、うん、じゃあもう何も意味ないじゃないですかいやダイエットに関してはそうだよ。だからお腹すかせるのは意味あるかもしれない。人間歩いてる、うん、ってかもう生活してるだけでカロリーはどんどん消費してるらしいですからね。それはあると思う本当に。スマブラしてる時とかなんかカロリー消費してる感あるもんね。え、それはどうかなない僕はあんまりカロリーというか単純に疲れが溜まりません、うん、最近は。何がここの肩周りが特に疲れる。それはなんか別にスマブラ関係なくない。いやあるんですよ。そうなんですか。あるんです。スマブラやってる時は特に僕パソコンやってる時とスマブラやってる時姿勢大体してるんですよ、はいはいはい、スマブラの方はなんかどうしてもこう身構えちゃうんですよね、はいはいはい、意識が全部こういう風にいっちゃってるんでここの疲れがこうガーって入っちゃうんですよ、はいはい、でもちょっと最近はもう冷えピタとか冷えピタじゃないわあの湿布を貼ってやろうかなとか考えてる、はいはい、なんで冷えピタ貼ってんだろう冷えピタはただ冷えるだけですね意味ないですね、そうなんですね。おすすめの肩こり対策グッズ、なんかなんとか湿布ってあの緑のなんか人の絵描いたこんな感じの。なんすかそれ。知らない。五臓六腑湿布みたいな感じ。よく緑のこれって非常口じゃないですか違う違う非常口じゃん。パッケージが緑でなんか男がこんなよくわかんないけど全然伝わってこないけどそういう湿布がなんかいいみたいみたいな。それちょっと後でこっそり送っといてください僕に。いや俺名前覚えてないからわかんねえんだよなパッケージ見ないといやちょっと後で松本教師一緒に行きましょう。松本教師ね、まあ、あるかもしれないね。あるかもしれないね僕早速貼るんで今もう疲れてるすでにちょっと疲れてますよ。いや疲れるでしょ。まあ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 確かにね。歯医者側にも行っちゃったし。それですよね大体ね歯医者側に行ったら余計疲れるからねこの後何千あるんだろうとか考えただけで多分僕がトップ8入るためには8000か7000か勝たなきゃいけないですね。きついっすね。しかも落ちてくるやつが大体強いやつらっていうもうかなりのやばい状況です。まあいけるっしょいやなわけないからないやー大変だな完全に上から目線ですもんね、まあ、高みの見物。僕はなんとか勝者側で通過したのでなんとか勝者がもし僕通過してたらもしかしたら当たる可能性あったんですけどね、はい、ニートマさんと僕何回戦ですか。2回戦で。あ、2回戦ライトさんだったのか。そうなんです。マジか。ザクレーさんとまず最初に当たってそこに勝ったら。あ、じゃあザクレーくんか。いやわかんないです。タムシカさんかもしれない。あ、確かに。いやライトさんが上がってたらザクレー君だったかもしれない。どういうことですか。大体ねでも慣れてきたんですよ最近。もうこういう時に僕は大体負ける前提で話されるので。もう本当失礼極まりない奴らしかいないんですよね。いやいやいや。みんなネタでライトさんのねそのキャラキャラでね。そう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 。いじられやすい。いじっていじられやすい。いいじゃんいいじゃん。簡単におもちゃですからね。まあ、ダークハントおもちゃみたいなキャラだしな。しかもでも実際負けるとみんな申し訳なさそうにドンマイって言ってくれるケンさんがさっき近づいて
仕方ないって一言ボソッと仕方ないっていう。いやそうなんだよね、なんか外野でさこうわー負けろーみたいな、こうやーって言って実際負けたらやっべーみたいな本当に負けちゃったよみたいな、そう、はあ、どうしよう申し訳ねえなーみたいなさっきだって僕の楽しかさん対戦した時キャンディーキャンディー言ってたんですよみんな。俺も言ってたもん、ね、いや言ってたかい、キャンディー遺跡だよ遺跡超言ってたからこれもうめっちゃ後ろからキャンディーキャンディー聞こえてきちゃう、ね、キャンディー遺跡だよこれは超言ってて後ろでそしてライトさん負けちゃってやべーとこれはちょっとダメだな。そんなら番長の梅村もうすぐですかね、一戦分なんで。そうですね、結構もう話しましたよ、カレーの話から。カレーの話から肩こりの話になってキャンディーの話になりましたからね。で、でも食べ物の話してますね。食べ物、キャンディーね。キャンディーも食べ物ですからね、はい、キャンディーのロゴとかないの？ロゴは今持ち合わせてないですね。あ、ないんですか。今日はちょっとまだ先週のロゴ自体はあるんですか？ありますあります。 あるんだ、企業なので。はい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 。ロゴ自体はもうキャンディーで検索していただければ一発で出てきますね。結構可愛いですよ、アメちゃんマークみたいな。こんな棒があってピュッて丸だけみたいな。それ違うキャンディーですねあの普通に包みに入ってる方です。あ、そっちか、はい、そっちの、はい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 、おひねりの方ですね。はいはいはい、あっちね。あれいいよね。確かに確かにキャンディーっていうとみんなねペロペロキャンディーの方をイメージするんですよね。そう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 。だからなんか僕も持って大会出ようかなと。あ、いいんじゃない、配ればキャンディーキャラ付けで。あ、一応あのキャンディーの会社の飴はあるんです、うん、あるんだ。あります。え、どんなやつなの？いや本当にもうロゴみたいな、ロゴのような飴ちゃんです。飴食べたことないです。食べてほしい。見た目だけです。食べてよ、食べて感想聞かせて。美味しかったら俺に送って、俺ん家に。食べる前に多分配ります。ああ、なるほど。いや、あの会社、あ食べないよ一つは食べないよ自分で。ちょっと糖質制限してるんで。ああ、でも今日カレー食ったもう今なんて言おうと、もう今日カレー食ったで全部終わるかな、その話糖質制限の話本当にだってカレー食べなかったんだもん。だってもうここ来る時も匂いすごくて、もうカレーの。すごかったねカレーね。で、俺の今日の昼飯カレーパンだよ。でも昼飯、昼飯まだ食ってないそれならカレー食べてきなさいよ。いやいやいや、カレー炊けんだよ。あ、来ました来ました。お、次の題材に行きましょう。こんなしょうもない雑談のおかげでカレーの話今回ここに座って7割ぐらいカレーの話をしてる7割いただきました僕、はい、7割担当させていただきました。キャンディー入れてみようぜ今度カレーにそれは美味しくなるやつですね。あ、なんか隠し味ね。隠し味的なやつですね。あ、あのチョコとか入れると美味しくなるもんね。チョコはマジでマイルドになります。わ、うん、かるわかるわかる。コーヒーもうまいんですよ。あ、コーヒーは入れたことない。コーヒーは香ばしくとかもあるけど。あ、いろいろあります。トマトケチャップとかソースもうまくなります。あ、俺ね焼肉のタレ入れるよ。それは違う。え、マジでうまいんだよそれは違う。いや、違う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 、分かって、あの普通のカレーに、普通のカレーに、まあ、チョコレートとかも入れるじゃん、はいはい、あの焼肉を、あ、まず野菜炒めるじゃん、じゃがいもとか。まあ、炒めますね。あそこにちょっとだけ焼肉のチュワッとかやって一緒に炒めるの、焼肉のタレと一緒に。それでカレー作るとうまいんだよこれが。うまい。もう俺の一人暮らしの間にこう研究したありがとうのカレーあれ、しかもなんかあれなんですよね、隠し味入れるタイミングって違うんですよ、うん、煮る前とか、うん、煮込み終わった後とかで変わるんですよ、ね、いやだからこう炒めてる時、野菜とか玉ねぎとか人間とか、はい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 、あの時に焼肉タレを入れてこう炒めて肉とかも入れてこう本場か。いや一回騙されたと思ってやってみ、あ、これニエットのカレーうめえわインドカレー超えたわってなる本場よりもうまいとさあ見に行きましょう、はい、村人対マリオ、はい、最近ケブトさんが強いですね。そうですね、最近すごいノリに乗ってるプレイヤーの一人ですね。燃えまくってますよ彼。燃えてる。上村では絶対勝つんだという勢いで。あ、マジですか。強い意志を持って今回参加します。まあでもなんかあまりその気負わずに行ってほしいですね。なんか結構気負いすぎるとなんか足元すくわれたりなんか変な負け方する人多いので すいませんね見ていきましょうさあ村人マリオ、はい、始まりました。このマッチアップはマリオ側が村人の攻めを、はいはい、一旦さばいてから仕掛けていくようなマッチアップですね。そうですよね。どちらかというとマリオ側が守るような。マリオ側が守るんですかこれ。はい、村人が、はい、おっと今度こういう風に攻めてくる、まあ、守るというかその、はい、自分の得意な状況を作ってくるんですよ、はいはいはい、その場合をマリオ側はダッシュから崩すことはあまりできない、はいはいはい、掴み以外では、まあそうですよね、崩せないので相手が攻めてきたところの差し返しと飛び道具を生成した時の後突きをしっかりとさばききる必要がある、はい、マリオマッチアップやってますね。なるほど。さあ上京コンボ入れて
さあ、あの結構村人ってコンボ耐性結構ないキャラですよね。あるにはあるんですけど、ないにはないんですよね。あ、ないじゃないわ、あるキャラですよね。あ、ある、ありがとう。ちょっとね、間違えちゃうから、ほんとに。とか言ってるうちに、メテを当てて、先制していったのフィリップ・モリオ、綺麗なメテの当て方でした。さあ、ボーリングは避けてる。さあ、ケプトさんといえばこのダイウのボーリング。ダイウのボーリングは結構振りますね。大好きですね。本人暇があったら放ってますね。あ、今、ダイウですか。はい。なるほど。さあ、クエヌ。さばき方うまいですね、フィリップさん。そうですね、結構フィリップさんはそのケプトさんと昔オンラインでやってたらしくて、はい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 、まあ、そこそここの2人はなんかお互いやり合ってるみたいなのを聞きますね、はいはいはい、対するケプトさんも、はい、最近ずっと遠征をしていて、はいはい、数々のマリオ、北海道で、ね、ナオマリオだったり、はいはいはい、あとタツツヨマリオだったりと、はいはい、かなり修行を積んできてるはずなんですよね。まあ、って言ったら北海道じゃなくて沖縄でフィリップマリオに勝ってますよね。勝ってますね、おそらく直近勝ってますよね。さあ、クエ。さあ、おっとタイミングちょっとミスってしまって、しかしあまり問題はないか。この崖はうまいぞ。さあ、外に対しての復帰としてはそのバーガリを投げてる。さあ、ケプト村人着々とパーセントため、おく上すご。今のは空中前をかき消しましたね。そうですね、空母でかき消していきましたよね。あー、これは復帰できる。お、できた。意外と最終が伸びるんですよね、はい、マリオのウェビーって。いや、まあ届くのは分かったんですけど、単純に復帰阻止がむずそうでしたよね。復帰阻止が来やすそうだったので、村人が強気な少し投げで、さあ先制じゃないや、追いついていったのはケープトムラムと。さあ一回水をちょこちょこ食べて、今のそのまま空中上を打たずに、はい、一旦引いて空中後ろを打つことで次の技に備えた感じですね、はい、そう、なるほど。ガードのガードというか台上の相手に対するリスクのつけ方が結構丁寧になってきているような印象を受けます、はい。結構やはり試合の中でお互い立ち回りを変えてるって言って、はい、うわ、今のはガードがちょっと漏れてた可能性もありましたね。漏れてはいないと思うんですけど、いや、わかんないですね。確かに漏れてたかも、かもっていうふうにガード少なかったんで、それでガードしたくなかったですよね。解除しちゃった感じですかね。多分ジャンプしたんじゃないですかね。はい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 、はい、まあ一番ありえるのはジャンプって感じですよね。マリオ使いの一番求められるスキルですよね。相手のショートジャンプを誘ってそこに上スマッシュを叩き込む。そうですね。さあ1本目取っていったのはフィリップマリオ。さあでも1ジスト目のメテオが結構綺麗に決まったので、はいはいはい、まあ、そこ大きかったですよね。かなり影響していたと思います。その後のストック保持もかなり丁寧にしっかり仕上げてましたね。村人って結構先制したら超有利だし、先制されたらなんか超振りみたいな、激戦キャラ自体はそこまで得意なキャラではないので、なんか自分から仕掛けるキャラではないので、その仕掛けるのをやっぱ強要されるのって辛そうですよね。そうですよね。さあマントで跳ね返し、空中後ろ、もしかし空中に出たら暴れている。ジャックうまいぞ、下京投げて空上、中出てるよ、上京。さあコンボが入らないの知ってるフィリップマリオ、空上から危ない。狙ってましたね。いや、狙いはコンボに派生すると思いきや、ね、やってやるぞと、まあね、村人使いというか、なんか暴れが強いキャラって結構暴れやすいので、はいはいはい、まあ、それ読みでしょうね、絶対に。ここで暴れてくるんだろうっていう前提での横澄ましため、そうですね、まあ、実際暴れてたんですけど、しかし暴れがうまく当たったと。さあ乗ってきたかフィリップマリオ、これはさすがに無理。さあ要所要所で強い技を振ってますね、はい、フィリップさん。はい、そうですね、相手を早期撃墜を狙ってる。村人って全キャラの中でもかなり復帰の拒否、はい、復帰じゃない撃墜の拒否が強いキャラクターなので、そうそうそうですよね、はい、なるべく倒せるところで倒しておきたいといって意思を感じられますね、はいはい、素晴らしいですね。さあジャンプ読んでたのに避け、上様これはまだ生きる。さあ今の株にしっかりと上様の無敵合わせてましたね。合わせてたのもあるし、はい、株が消えるタイミングを待っていた可能性もありますね。あ、読んでる。さあしかしケプト村人の崖が硬いぞ。さあおっとなんだ、キャッチボールし始めた。キャッチボールがミスってしまう。ここでケプト選手エラー。落としてしまったボールを削した。ジャク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 のおーっと、ジャクの中になんかすごいもん混ざってたな。さあどうする。さあ今度は一方的に歩きからちょっと立ち回り帰ってきた感じですかね。そうですね、相手の逃げる方向をしっかりと、あっと、ボーリングが移動してるぞ。もうアトラクションじゃないですか。素晴らしい遊園地ですね。さあ完全におっとガードが硬い。さあこれはどうする。さあ一緒に突っ込んで、さあこの村人やはりこの羽庭と一緒に突っ込んでくるのって非常に強いですか。羽庭と一緒に突っ込んでくるのも強いですし、はい、それを嫌ってジャンプを、これは無理ですね、二段ジャンプを消費したタイミングで、はい、ケプトさんそこに空中飛車がするんです、はいはい、非常にうまいんですよ、なるほど。
そこでしっかりと相手の嫌がる行動をどんどん詰めていくような立ち回りが村人の中には求められるようなスキルになってますね。なるほど。わーわーわー。おっと、ジャックの様子見に対してジャックあまりが…なんだ、クエシャからメッキを入れ込んでいる。さあ、しかしケプト村人も投げてたので当たる。ガキはどうする。あーっと痛い。さあ、先ほどからなかなかマントの跳ね返ってくる埴輪がきついか。さあ、しかし避けて、さあ、ケプト村人、崖はジャックからのコンボ。さあ、なんだ、ジャック当ててると思ったらなんか違う方のジャック当たってることが多いですね。村人のジャック発生早い上にかなり判定も強いので、はい、結構負けてしまいますね、そこで止めてしまうと、はい、しかもあのジャックアーバレって相手が後ろに下がるので、はいはいはい、基本的にリスクがないんですよね、ガードされても。ジャックを出し続けることによって相手を後ろに押し出して読み合いをなかったことにする。強いですよね、村人のジャック、はい。さあ、ガンダッシュ、フィリップ・マリオ。さあ、しかしケプト村人のさばきがうまいぞ。どうしていく。お互いダメージを与えずになんかターンが継続しているが、くぅ、おぉ、さすがに行かず、しっかり止めて、分かってます。おっと、読んでいるケプト村人。そして今度は出していく、ジャスガグマイ。ちょっと健康状態入ったのがフィリップさんがかなり攻めに入ってますね、今回。そうですよね。さあ、しかしまあ、ケプト村人うまくさばいて、おぉ、空中しろ、足伸びるなですが、読んでる。あ、ジャンプ読んで、ジャンプ読み食う前に対して見てからジャンプ。あー、2個飛んできた。あ、やばい、やばい、強い方が横切ってきましたけど、完全にマリオのキラーでした。キラーが飛んできてましたね。確かにあんな優しい顔してない。あ、うまいですね、そこで空中後ろではなく空中上でしっかり飛んでる。あ、しかし村人なら、しかし空後が怖い、空後が怖い。あー、おー、うまい復帰が完璧。復帰からの結構難しいんですよね、村人。ね、対空されてしまうと、まあ、そこに技を置くと。ケプト復帰も上手かったですよね。はい。さあ、これは、あっと、さあ、回避してしまうと危ない。おお、外に、冷静に、おお。狙ってましたね。今のその場上がりして、多分撃破。ああ、後ろだけ、これはまだ生きない、飛びすぎ。スマブラ影響しましたね。そうですね。まあ、今のは強気なだけでしたね。まあ、その場上がりをちょっと、通してしまったと。崖端からの、はい、その、撃墜ラインがかなり狭いんですね、スマブラって。お、疲れつけるらしい。はい、ちょっと乱入者がいましたが、見ていきましょう。この試合が終わったらですね、はい。さあ、ケプトファンも揃ってきたところで、ケプトさん結構あのチャット欄によく、はい、ラナイさんの名前が出されるということを気にしていたので、はい、ケプトファンこの試合で作っていきたいですね。ああ、なるほど。ちなみに僕はラナイ信者です。なんでそういうこと言うの。見ていきましょう。はい、空中しろ。フィリップさんが選んだ筋は終点。はい、そうですね。なんだ今、なんか変な当たり方した。持続に当たりましたね、今。意図しない当たり方でした。さあ、ファイヤーボールも取っちゃう。さあ、空中でおっと投げ、おうまいぞ、暴れるの読んで空中ニュートラルで反撃。さあ、ケプト村人、おー、今の素晴らしい。ファイヤーボールを読み切ってジャンプをしたところにしっかりと空中にも置いていた、はい、どちらにも対応しましたね。読みの読みって感じでしたね。お互い読み合いが素晴らしいですね。なんか戦い慣れている同士、そうですよね、やることがお互い分かっているといった感じの動きが見れますね。反角も上手いですし、はい、そのお互い結構読み読みの動きが多くて素晴らしい。今のはそのまま風船で下から帰っていたらちょっと危なかったので上から帰って安く済ませたと、はい。さあ、ちょっと空中空前強気。おお、さあ、攻めてるなフィリップ・マリオだが、パーセント的にはほぼ変わらず、何が起こるかわからない。素晴らしい。対空空へ、うまいぞ。さあ、ここで斧を用意していく。さあ、ケプト村人が斧が崖うまいから、うまい。今のはちょっともったいなかったかな。まあ、難しいですよね、はい。さあ、今の弱に対してウェスマン、まだ撃墜したかったけどもうリーチですかね、はい、そうですね。さあ、回避を、回避を、まあ、先ほど、まあ、投げもあったので、まあ、投げもカバーしつつって感じでしょうか。はい、ケプト選手がこう崖端に行った状況であまり横回避を使わないんですよね。はいはいはい、あ、そうですよね、はい。まあ、村人自体そこまで回避は強いキャラクターでもないので、さあ、しかし取られるよりはという感じでしょう。はい、下投げベクヘンは完璧。さあ、パーセントよりはフィー、あー、まただ、やってしまった。キャッチボールが一方的に、なんか村人側がこう球をキャッチボールする気で投げたらマリオ側がホームラン打ってきたみたいな。完全に別ゲーしますね。さあ、これ崖はうまいが、おお、対応してたんですけどね、ケプト選手も、はい、ちょっと、ちょっと遅かったですかね。さあ、カブ読んでる。さあ、株が強い。さあ、うまい、痛い、潰してる、潰してる、これは届く、届くんですよね、マリオ
ウェビー最終弾すごい伸びます、はい、ちょっと届かなかったですね。そしてボーリングが、はい、あと反対側に出してきましたね。さあキャプトムライトなんとか刺激性したい。さあ空中前ジャクの振り方が見事でした。あーこれは無理。何をジャンプ回避でしょうかね、狙ったのマリオ側は多分かけ離しジャンプ回避を狙ったんですけど、はい、ちょっと回避の発生よりも先にピーカーと、ね、判定かなり強いのでね、はい、ちょっと回避が遅かった気もしますが、はい、ジャク？さあ補正切ってなんだ欲張りセット横 B からさあファイヤーボールはしっかり終わった。ジャンプで避けてさあ暴れも読んだが暴れないキャプテンライト冷静。なかなか崖の端から前に行けないですね、はい、って思ったら行きましたねフラグですね。さあ投げてる。さあ何もしない。ウェビーとか空中ニュートラルとか何かすると思ったんですけど空中前狙っていたんでしょうか。かなりハニワに対して慎重に動いてますねフィリップさん、はい、ダメージをしっかりと稼いで、まあ、慎重に動くのは非常に大事ではありますが、すごい。さあなかなかやはりステージがフィリップ選手が選んだだけあってなかなか強気な代表経由できないのでちょっと村人が苦しそうですね、はい、攻めのタクが半減しているような印象です。なんかハニワ結構なんか駆られてますよね、はい、ハニワの場所今回の試合下投げ空上空下を狙ってさあそろそろもうやばい。しかし横回避でめくってるボーリングが危ない狙っていく狙っていくフィリップマリオ。さあしかしケプトムラウトまだまだ全然逆転の要素を狙っていくがもはやもうガード解く必要なしといった感じでしょうかケプト選手投げられてもいい上島振るならガードしちゃうよみたいな立ち回りですね。さあフィリップマリオここに来て上島をまだ振る。しかし今度はちゃんと使いましたね。そうですね。お復帰させていくのか。さあガーキューバイ見せかけてのさあジャンプ読み空を。しっかりと引きジャンプで次の空を呼びました、はい。さあ空中にたら強気な強いぞ。さあうまいうまい。さあ追いついてきたケプトムラビト。これはもうわからない。徐々にうまい。三株やってしまった。三株で引きますね。ケプトさんうまかったのが、はい、マリオが密着してきたときに必ず大ジャンプで逃げてたんですよね。はい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 、あそこで横回避をするとまあ死ぬっていうのは当然そうなんですけど、それ以外でフィリップさんが撃墜するタクを持ってないというふうな、はい、ふうに見せかけてフィリップさんが次回避やジャンプなんかをしてきたところにしっかりと株やパチンコを当ててさばききっていた、はい、それがもう終盤追いついたもう キ, ーそうです、ね、キーパーソンキーパーソンってなんだ、ね、パーソンなんだパーソンじゃないですねパーソンは人ですね3株しかししっかり引いてきましたね引きましたね。要所要所で引けるかどうかって村人の中ではかなり重要なポイントになってくるんですけど、やはり村人は使ってるとこう村人が答えてくれるんですよで誰だ何株理論鉄平さんがもう死ぬほど話してましたねその理論。そうじゃあちょっとそろそろチェンジアバダンゴ選手とアバダンゴキシル入りそうですよ。アバダンゴキシルと交換します、ねはい、僕たちニエトのライトはここら辺で終わりとなります。ありがとうございました。また後でお会いしましょう、はい、皆様ありがとうございました。本戦でお会いしましょう皆さん。またねはい、アバダンゴです。入りました。アバダンゴ、キシル。入りましたよ。はい、キシルです。ちょっとライスさんが疲れてないって言ったんですけど、ちょっと僕がね、今後配信出ない可能性があるんで。まあそうですね。勝ち上がってしまう可能性があるので、出ないということで。まだ横スマしたすまで死んでほしい。なんで横スマしたんやろな。あれなんか練習してたらしいっすよ。予想してたし、あのタコマンさん横スマ？いや、下スマ、横スマ、下スマ噂は聞いた。やばすぎた噂しかない。 あれなんか究極奥義なんだみたいな。ハケラさんとあれキールさんですか。キールさん、このブロックタラニトさんが大事なのかな。おー、キールさん結構オンラインに負けますよ。あー、なんかやってましたね動画で。さあ、タケラ対キール、これは何ブロックなのかちょっと分かんないんですけど、その勝者は決勝 B03 って書いてあるじゃん。 B03 ってすみません、え、あ、僕は目が悪すぎて見ませんでした。クーマエ、このやっぱり根元あたりはすごい
リターンが高いですね。でも大丈夫、ルーカリオンなら戻ってこれる。腕台からの空中前、空中前、空中ニュートラルまで高い。ここら辺から本番ですか、ルカリオ戦といえば。そうですね、100いかないうちに倒したい。竜としてはこれ以上貯める必要はあんまないかなみたいなところも貯めていきますね。貯めますね。やっぱり昇竜拳だけだとやはり撃墜ルートが足りないんですかね。あ、当たらない。もう普通に比較手だったような気もしましたね、今流れてて。どうだろうな、結構難しそうな位置、真上に飛んだから、うん、それが難しそうですね。反転昇竜であるいはぐらい。ここから消えるルカリオとしては一撃を通したい。肘を固めに行く、ジャンプ勝利でしっかり撃墜見てから、この歩いて固めていく展開を作るのがうまいですね、武田さん。そうですね、ここら辺がルカリオ多分アパレルタグがそんなないから、ガーキャン掴みできないと若干回避しなきゃいけなくて、まあ、やるとしたら4回避でも4回避の前隙に引っかかっちゃう時もあるという感じですかね。さあ、ガーキャンジャンプ回避、それを空中から持続が出て勝っているが、掴んでいるのはキール、空中勝利飛ばして、ルカリオとしてはできるだけ上投げに OP をかけつつでも倒したいですね。はいはい、2択をできる状況を作りたいが。そうですね、これでもあれですね、空中後ろって結構飛ぶじゃないですか、はい、あの波動なくても空中上は微妙だから、ジャンプ安定みたいな空気が出てますね。いや別にいいんですよ、上投げに OP かければ。なるほど、その次のストックで役に立つから。さあこのまま武田としてはやはり1ストック戻せることなく撃墜までたどり着きたいが、ルカリオ戦の2ストック目は短命、空中しろ、撃墜ならない竜巻で、これで波動投げないですね。波動弾はあれなんていうか撃墜チャンスというか当たりそうですけどね、まあ運絡みというか。しっかりガードを見てから、さあこのストックさを合わせて波動戦十分だが、これはまさか撃墜。まあ竜としては理想の1試合目でしたね。そうですね、補正溜まったまま、うん、向こうの補正が溜まんないうちに倒しきると。さあこれで武田 1-0。 武田さんは通算とはたびたび当たってるイメージがありますね。ルカリオ戦やってるイメージがちょっとありますけど、結構やってて、うん、武田さんが勝ってるイメージが。そうですね、まあ、大体なんか今のところ5分ぐらいだみたいな話聞いた気がしますけど、あの登竜門、あ登竜門か、じゃあ登竜門じゃねえ、東海予選かの時にもう5分ぐらいだねみたいな。空中ドラ、上から空中ドラ通すことで対空竹で通しながら投げに通すことができる。火力が高いぞ。しかしもっと高いもの決めている、踏みまで狙っていってしまった。そう相打ちの形になる。はい、で投げ空中前、空中前、今空への運びからメテオしてそのまま武田さんもいなくなりました。なるほど、あのメテオだけじゃ撃墜できないと思って踏み切ってそしたら飛べなくて入れませんでしたね。ああ、コメントでワースって来てますね。行くね、肘この展開のまま撃墜したいが、まだパーセント、ああそろそろパーセント溜まりましたね。場所が良ければ倒せるんじゃないですか。ああ倒せますね。もうさああとは肘か足か。あ、拳だった。一度回避を見ていたが、ルカリオ結構流れますね。そうですね、空中移動割と早いです。さあしかしルカリオとしても願ってもない形なんじゃないか。一番輝ける状況、こういう時にやっぱりヨデチョアですよって顔をしてくるルカリオが一番怖いですねそれがルカリオ使いなんでしょうけど。さあ、あこれは舞い上がっている、空中しろ、撃墜。舞い上がっちゃいましたね、飛び上がりました。このステージあんまりそんな復帰を焦る必要はないんですけどね。壁張り付きがありますね。結構、はい、あれですね、竜側の空への飛び結構通しちゃって、はいはいはい、そのガードで通しちゃってるから、その後の展開で苦しいって感じなのはありましたね。もう空への食らう前にもう前から外に出すようにとか、引き行動でやるしかないですよね。そうそうそう、対空択がそんなに多くない、ちょっとね、食らいすぎた。途中空へぬを相手の飛びに合わせてるシーンもあったんですけど、まあ
ちょっと数が足りないというか選択肢としては強くないですよね。するとやっぱり優秀なステップ使って引き行動でさばいていって、まあできれば引きつかみ、ルカリオのつかみってすごい前長いですよね。なんかあの結構攻めますね。そうですよね、引きつかみとか。どうゆず誰ですか。僕はちょっとご存知ないんですけど、コンパクトさんですね。コンパクトさん存じないんですか。いや、コンパクトさんといえば、いや名前は知っとるし、ミュウツースカイなのも知ってるんですけど、はい、あ、バダモさんあれですか、あんまり下のって言い方悪いですけど、他のミュウツースカイになんですか関わりを持とうとしないタイプの全員一なんですか。なんですか。いやいやいや、じゃあ逆にピカチュウ使いの全員一は関わりを持ってるんですか。ピカチュウ使いの全員一は僕が質問したら優しく教えてくれましたよ。誰ですか。え、綿谷さんです。綿谷さんですか。優しく教えてくれましたよ。でもあの人他のキャラには結構隠してくるんですけど、他のキャラにはそれは隠すでしょう。卑劣な。でも身内には隠してないでしょ多分。そういうとこですよ。そう、身内ピカ対策最強軍団が出来上がっちゃったんですよね。コンパクトさん第2シードですね。はい、どうですかロゼスコ身内は。まあ僕とキリハさんの共通見解としては、まあちょいロゼッタ有利だけど、別に大会の日本選手だったらそんな関係ないよねっていう感じのカードぐらいの、うん、そんななんかなんだろう、こう崩しにくいっていう感じでもなくて、トータルミュウツーの方がちょっとだけやられやすいよねっていうだけなんで、まあ、別に大会だったらね、もうほぼ五分って言っても過言ではない。日本選手だったらなおさら。さあ見ていきましょう、ユズ対コンパクト。まあね、ミュウツーは、まあ、チコを倒す策は結構割と豊富にあるんで、その後の下強で根元だと確定で浮く感じですか。そうですね、でもう多分どこでも浮くんじゃないですか。ああちょっと殴ればド先端じゃなければ浮く。それで、まあ、浮かしてから来る前で、ああ、まあでもダメージ、もうダメージなんですね。ただミュウツーはこの端っこにいる時間と浮いてる時間、着地狩りされてる時がなおさらきついという、やっぱり的がでかいですからね、うん、あとあんまりロゼチコ単体を追う力があんまりない。あ、結構時間稼がれやすそうなイメージつきます ね。 そうですね。あのちょっと聞きたかったんですけど、ロゼタの空中に取られて1段目と2段目みたいな最後のやつあるじゃないですか、はい、最後のやつガードしちゃうと反撃取れないじゃないですか、はい、やっぱ間に攻撃してるもんなんですか。1段目上りで振ってきたら結構空前半角じゃないですか。なるほど。あ、受け身が空中下通してダメージリードは融通。やっぱりそのチコ自体は1回撃墜できていたんですけど、思ったよりダメージが取れてないですね、うん、そして浮いた後はやはり悶絶か、ダッシュ攻撃での単継続、空中下でテレポートに対してもダメージを取る。2段ジャンプからのシャドーボールで駆け上がる、そこから空中前この2つ、うん、やっぱね、つかみで崩したいんですけど、ミュウツーのつかみの全体フレーム長いんで、はい、そうですね、外しちゃうとね返されちゃう。つかみ主軸の読み合い自体が、前に出る読み合い自体がリスクリターンあんまり強くないですよね。そうです、ね、待ってる読み合いはすごいリスクリターン強いんですけど、斜め下から行くテレポートは怖いですね本当に。そうですね、あ、置いたら一応当たるんじゃないですか。もう弱で倒せました、ね、弱で撃墜ができるキャラクターロゼッタ、口に取る、飛んでいく、ストリートユーズ先ほ空中上ダッシュ攻撃先端、ターン継続のままに撃墜したいところだが、上スマッシュを海外に合わせていく。今崖奪い展開になるかと思っての最速海外に入れ込みましたかね。そうですね、あんまり奪われてもいいような気がするんですけど、ミュウツーの場合はミュウツーの空中手段発生遅いんで、はいはい、そんなに遅めで捕まれる分には何も食らないんで。下ほ空中前、空中上、今の確定してますかね。あ、でかく食え食え、はい、じゃあ攻撃、やはりターン継続が苦しそうなのはもう画面にのじり出ているが、どうやって自分のターンをもぎ取るか、ね、まあ今は台が来たんで大丈夫ですね。
台がないとね、やっぱ崖上がり心もとない。ようこそまで人引かれてしまって、まだ撃沈ならないが、ダーシュコイからの空中へダメージを稼いだ形、下中からの空中へ。今のは今ベキケンを内に入れちゃったんでね、多分確定なんじゃないですかね。あの位置で結構外側ベキケン安定なんですけど、まあミュウツーご存知の通り非常に軽いんで、まあ基本内側に入れたくなるんですよ、ね、気持ち的に入れたくなりますね。前投げと純正にタクがかかるときってあるんですかね。一応見てから前投げとかベキケン間に合うもんなんですかね。一応なんかファジー的な感じでできるんですけど、まあできると試合でやるのは別なんで、うん、しかし確かにいつものミュウツーの形が作れてなさそうな雰囲気が出てますね。まあ、前のめりにならなきゃいけないというか、そうですね、ちゃんとチコがいないときにダメージを取らなきゃいけない、うん、そこら辺が難しいところなのか。でステージ戦場なんですけど、はい、僕あんまり好きじゃなくて、このステージ台があってミュウツーの着地自体は強くなるんですけど、横のラインが狭いじゃないですか、はいはい、なんでミュウツー自体もなんだろう、地面につくステージ上、台の上じゃなくてステージ上につく展開があんまり作れないんですよ。崖外に捕まらざるを得ないってことですか、とか台の上に乗っちゃって、あーなるほど、着地狩りされるとか、そうそうそう、純粋な横の差し合いがあんまりする機会なくなっちゃうんですよ。やっぱりミュウツーは相手とは横対横で向かい合ってるときは一番やりやすい、リーチ差で押し切るっていうのが一番。さあやはりこの崩す難しさが出ている。そうですね、これはやっぱりあのチコがいるときもダメージを取らなきゃいけない感じなんですかね。チコを処理して前のめり、チコ処理して前のめりだと釣り合ってないなって感じがちょっと見てて思うんですけど、いや もっとなんか掴み以外で崩す卓を見ないといけないんじゃないですかね。チコがいないと。さあ的が絞られてしまっているか、空中前、背が高いので空中前自体は有効そうですね。そうですね、まあ、崖で撃沈しきらないと厳しいか、少なくともチコがいない間には撃沈したかったが、前投げからチコはよみがえる。さあこの崖詰め、今度はユズのターン、上スマッシュヒットしている。よく見てましたね。そうですね、ミュウツーってジャンパグリめっちゃぬるってするじゃないですか、はい、あれは結構危ないものですかね、見てから。あー結構モーション自体は分かりやすいからタイミング合わせやすいですよね。そうですよね、一応あの状態から回避は出せないですよね、多分ブーンってやってる間はなんか上に浮いてる。あーまあ出せないですね。なんか見てから確定させれる技ありそうですけどね、ミュウツーのジャンパーあり。見てからはさすがに、さすがにそれだけに絞っててもきついぐらい、それだけに絞ってたらワンチャンいけるぐらい、できるけど見てからっていうよりは意識の、うん、見てから無理やん。まあむずいんですよね、戦場しかも追いづらい。あーそうですよね、それはもう上京でピチピチやってたところでという感じは。梅木記者ですね、これはもう昨日の段階でかなり言われてましたね、これ第一第二シードなんだみたいな、まあ、第一シードの中ではやっぱり記者君が結果を出してるプレイヤーなんで、まあ、結構下の方に行くと同じぐらいのプレイヤーが、あーあれってやっぱり上から第一シードが強くなってって第二シードは下からじゃあ ランキング中になってるんですね、なってるから B の人たちはA の人たちよりも結構セル、うんうん、なるほどなるほど、まあ、A の方のかなり盛り上がってましたけどね。さあ記者対夢木、ピーチロックマンですよね、ピーチクッパーないですかね、なんか出してるとこあんま見たことないですよね。さすがにロックマン、まあロックマンですかね、ロックマンっぽいですね。梅木さんとちょっと話したんですけど、やっぱり記者さんとやるのは結構恐れてしましたね、なんか恐れてるっていうか、うん、まあ結構ロックマンいけるカードっていうか、若干そうですね、なんか若干なんつうんだろうな、立ち回り自体はロックマン多分有利なんですよ。で復帰阻止されるとロックマンどうしようもないっていうのが一番の問題で、復帰阻止さえされなければ多分ロックマンかなり立ち回りいける。でしかも対ピーチに対しての基礎し空中後ろあるから結構いけるんですよね。
僕ピーチ実は結構な量使ったんですけど、ロックマンとちょっと遊んだ時はかなり面倒くさかったですね、崩すのが。まず浮遊するのですら結構面倒くさいんですよね。さあ見ていきましょう、梅木ピーチ対シャロックマン。このカードかなり大会で当たってるんですよね、そもそも。そうなんですか。そうなんですよ、僕 もうすでに3回ぐらい見たことありますね。トータルは梅木さんの方が勝ってる気がしますが、うんち色ですね。なんでうんち色なんでしょう。さあ、まあ、よく言われてますね、そういう風に。やはり崩すのは難しいか。砂漠史跡者出して出した掴みを置いていた空中上で、上から来るピーチに対してはリスクをつける。空中上は厄介な存在になりそうですね。そうですね、差し込みに行こうとした時に空中上置かれてると痛いですね。ロックバスターに対してもやはり動きが速くないピーチとしては崩すのは困難か。空中でしょ、ダッシュ攻撃ベルトから掴みを狙う。しかしそれをジャンプで拒否するのは記者。ウビ早出し着地、やはり崖さんにいるよりは上から帰れば撃墜はないという感じですかね。リードしているのであれば上からで十分と。飛びに対して打っていた空中前だが、記者が選択しているのは引きジャンプ、空中下からの空下着地。それに対して一周フェイントかけて浮遊キャンセルからの掴み、ピッチの本命ではあるが、あー ここが苦しいですね。今のウビー早出し動作の2択で、今2択っぽいですね、下投げ空中前。あー無理、今のは積みですかね。結構無理そうでしたね、ジャンプ使ってると。やはりキーポイントになるのはこの基礎しか、空下空中しろ。この崖は空下、そのばかり見てから空中下攻撃を確定させている。一発一発は持続が長くないのでそんなに簡単ではなさそうだが、下投げ空中しろ。痛いですね。さあここからが問題、まだジャンプはあるが受け身はしっかり取る。クラッシュボム空中しろを見てから掴みを確定させて、この複数射を狙うが、やはり浮遊を使われてしまうと難しいですかね。その空中にいられる時間が向こうの方が長いとロックマン側がいつか戻らなきゃいけなくなってしまうので、そうですね、外出るタイミングがもうちょっと、読み合いしなきゃいけないですね。さあ強気に撃墜卓を振っていくのは梅木、ここで撃墜したいそういう思いがあるか。フェイントかけてフェイントかけて、しかし下から吹き空中しろ、飛んでいる、撃墜はならない。さあここら辺からロックマンの撃墜困難が気になるところだが、空中前へ歩きながら撃つロックバスターです。このルートはきついですね。さあ下から行ってしまうと上 B ジャンプがないんじゃないですか。ジャンプないですね、確定している。ジャンプを失ってしまうともう途端に厳しくなりますね。なんか他のキャラと違ってもう割と見てから空中前で復帰阻止できちゃうのが結構きついですよね。他のキャラだとなんか結構タイミングずらして空上の重てとかそういう感じで戻れたりするんだけど、ロックマン見てから空中前行けちゃうのがね。なんかダックハントって一秒で噛んで暴れたりするじゃないですか、うん、ソニックもポンってバネで逃げたりするじゃないですか。そういうさばきにく、まあ、要するに待ち気味に戦うキャラクターで、まあ、ロックマンは結構捕まった後にやることが多くないというか、うん、崖外もそうですしコンボ体制にしてもそれ結構難しいところですよね。復帰は本当俺もやったことあるんですけど結構やることないというか、もうどんな状況でも本当に純正2択になってしまうことが多いというか、うん、そうなんですよね。むしろ2択にすらならないって終わることがあるから、もうダメな時はダメなんでしょうね。多分やられる前にやるぐらいじゃないですか、多分無理ですロックマンの性能でやられる前にやるっていう考えも難しいところですね。不起訴されるキャラなんでしょうがないです、ね、さあやられる前にやれと。完封できるか記者、下京のアトスキー掴んでいるのは梅木。メタルベルト置いて梅木選手は積極的にメタブレを持っていきますね。そうですね、タイロックマン別にメタブレ痛くないというか全然通んないんですけどね。そうですね、まあ封印する意味で持っているのか、単純に自分のキャラのアイテムだけが優秀だから持っているのか、なんか珍しいことしたいんじゃないですか。まあ X では総じてアイテムはなんか結構使い方を心得ているというか自信がありそうな感じはありますけどね。自分なんて全然アイテム使えないんですけど。クエヌ単発ダメージが高いためガードよりノックバックが大きいか。クエヌ空中しろ、外に追い出すのは記者。この展開で撃墜したいが浮遊があるためやはり
一としては難しい。崖攻めの展開、空中前を浮遊で前に進みながら打っていく。空中で追い返す。今のは英断というか今のうまいですね、暴れですね。これは空中しろ。2回目の崖つかみやっていたのでかなり苦しかったか。これもありとあらゆる技を使って上から押せかるピーチを跳ねのける。後ろ投げ、まだ撃つにならない。パーセントはこれほぼイーブン。ここで下強、さあガードさえしていれば撃つないという、まあお互い合意の目の前投げみたいな感じですね。これは撃墜なんでしょうね。なりましたね。ハーブを投げた結果は撃墜につながった。まあ前投げの段階では罪ではなかった気はしますけど、ジャンプを使わなきゃいけないということはそもそも苦しかったですね。フタブレード、さあ早めに追いつきたいのは記者。空中後ろはこれは使いやくて、攻撃起き上がりを見てから、この冬で攻撃上がり様子見するのは結構強いですよね。強いですね。相手の真上に位置取るのも強いですけど、今のは空中前に行かず回避を見て距離を稼ぎたかったか。その座手で空中前だと撃墜できない感じはありましたね。何かもっと高いものを狙っていた様子だった。もうこの状況だとロックバスターの一発は気にならないが、空中白本命通す。さあこのホームステージでの記者取りたい。この一戦空中下からのリーフシードによる着地、この状況はやはり高いものが倒したいと思うんですけど、クエ以外にあまり高いものがないですね。ロックバスターのピーチ、しかもクエ一発しか当たらないんで、そうですね、高くないんですよね。前投げ、やはり地道にさばき続けるしかないのか。なかなか精神力が削られる、そんな差し合いが繰り返されるが、地道にダメージを取って追いつきに行く記者。かなりイーブンに近くなっている。さあ 10% 差、そしてこれでしかし空中したついに崩す。かなり記者ロックマンのさばきがうまくいってる状況ですね。そうですね、あとは撃墜できるかどうか。空中へ高いもの取った。ここでパーセント逆転、メダルメイドキャッチャーが食える。この崖を生き延びればかなり貴重な展開になるが、空下上ビート、空下を生かし拒否しきる。しかしさらに崖、この崖は空中前をそのばかりに確定させた。梅木ガッツポーズ、すごい記者くん遠くにいましたね。カメラのものすごいボーン下がったんでしょうね。すごい飛ばされたんでしょうね。すごいね、椅子がすごい後ろに行ってましたね。しかしいい勝負でしたね。あの終盤結構記者選手の作りたい形が作れていたかなという気がしたんですが、まあでもこのゲーム倒さないと話にならない。そうですね、撃墜に持っていける流れは全然作れてなかったのがもったいなかった。梅木さんは結局復帰阻止でちゃんと展開を作れてた。その撃墜に対する具体案が十分通ってた。記者選手は毎回140%ぐらい貯めてましたからね。そうですね、そこでかなり差が出ちゃったかなって感じですね。さあレイン選手とビーティアマト選手ですよね。そうですね、マックとよく当たりますね。名物ですね。どのキャラクターを出すんでしょうね。ベヨネッタでしょうか。どうなんですかね。これ僕たちワンチャン休憩できるぐらいじゃないですか、レインさんが対戦するということは。ああ、僕一回登竜門っていう平日大会でレイン選手対タラコトリ選手を実況したことがあるんですけど、まあ4分ぐらい台の上にいましたね。なるほど。これを僕は実況できるでしょうかみたいな実況しましたけど何も起きなかったので、なるほど。まあその可能性が大でしょう。レイン選手といえばやはり徹底するプレイヤーなんですか。こういったキャラクターに対しては徹底する形を取りますよね。強化に対しては思い切った行動をする感じが多いですが、勝利に貪欲、勝利貪欲ですね。素晴らしい。さあマック、ビティアムさんあれですよ、KSB。 ああそうですね、8か12ですね。なんかそれぐらいですね。でもあの狭き門を乗り越えたんですもんね、うん、本戦に出場したプレイヤー乗りに乗っている。最近は結果を出しているクラウドですね。クラウドですね。ということは選ばれるステージはスマムラじゃない、村町です。村町、そうか、わからないですね。ってことはジャンケンで勝ったのはビータマン選手なんでしょうね。村町とスマムラが残る形でしょうから、さあやることはやはりない、アピールをしていく。これが 0% で貯められるのであれば
打って戻ってもいいということ。いやもうこれ無料の30秒なんですよね。そうですね、無料。これはこのカードやはりどっちが先攻撃できるかという形はあると思うんですけど、まあ、極論どっちも自分が何もしなければ何も起きないみたいな感じですよね、うん、何か起きましたね。さあ30秒そうでした。ここから15秒ですか10秒ですか、なんかありますね。10秒ぐらい大よくわかってないです。上今日これが解散するときにどれぐらいパーセントになっているかですが、今のところパーセントでいいとビーティアマとクラウドを選択するということは待つ意思ということの上に復帰阻止のことも考えているということですよね。復帰阻止だったらベオでもいいんですけど、さあ、あベオよりクラウドがリトルマックですに対して優れているとい、ああそれはあるかもしれない。クーエネでですよね、噛み合ってる感じありますよね。あ横瓶に反撃に推奨ないという。でもクラウドも復帰阻止されるんで、はい、下スマッシュが恐ろしいですね。さあパーセントリード BT ヤマト、まあパーセントリードさえ取れていれば BT ヤマト選手としてはそんなに焦る必要ないですね。そうですね、まあどうせ、まあ、この状況がレイン選手にとって焦る必要ないですけど、30秒おきにそうですね15秒のバトルタイムがアタックチャンスがあるんです。デュアルフェイスがデュアルフェイスになってましたっけ。デュエルフェイス、デュエルフェイスか、フィールドフェイスからデュエルフェイスですね。ここがね戦うポイントなんです。そうですね、下級上スマッシュ確定パーセントが存在する。さあそろそろさあ台が来て無料の30秒が無料の30秒ですね。しかしパーセント圧倒的に BT ヤマトですね。こうなると自分から差し込みに行かなきゃいけないから若干めんどくさいんですよね。吐かせられるか、 KO はまだ溜まってる。さあおっと最終段がもう一度当たって、この基礎の展開で撃墜するのが理想か。上 B 崖上に対して攻撃判定が出ている。ジャックから1段確認して上 B 繋いでいった撃墜。ストックリードこれはかなり大きいぞ。この後の展開も BTM 選手がまあ撃墜されまで間は少なくとも立ち回り有利で、台がないうちはとりあえずマッカー攻めるでしょうね。さあレイン選手の徹底力を持ってしてもリトルバックは処理するのは難しいか。しかし1戦目で村町が出ているということは2戦目取れば3戦目出ないですよね、拒否ができるから。そうですね、それが大きいんでしょう。2戦目3戦目の方が苦しいか。1戦目は取りたい BT ヤマト。下脇を上スマッシュダメージは取る、かなり大きいリードを取っているが、これは助けてしまった形。空中で追い出してまだジャンプないか。ジャンプがなかったから今攻めていい場所でしたね。そうですね、出し切れ命がなくなる前に、生物ですね、そうですね、とりあえず打っとこうみたいな。さあしかし2先、いつもの予選と違って2先なのがまあ救いですね。救いですね。あれは無理ですね、ダッシュ KO は無理ですね。ダッシュ KO は人類平等だからKO 発生9フレぐらいらしいんですよ。9フレは見えんからね。まあ、ダッシュ確認その場回避はできなくはないけど、まあ、見られたら終わりなわけですから、無理だから、ダッシュ KO 無理ですね。さあじゃんけんポン、6分後にそうですねカウンターピックが行われるでしょう。これどうしますかね。レイン選手がこのあの自分結構大待ち苦手な人間なんですよ。一体リトルマックでももう基礎師行こうみたいな感じで攻めちゃう感じのプレイヤーなんですけど、どういう風に大待ちメインで考えてる人は動かしていくんだろうって思うんですよね、試合を。いやクラウドはあれなんですよ、極論何もしないが答えになっちゃうじゃないですか。何もしないんじゃない、一回降りに行って、はい、空中こうやって吐くじゃないですか、で溜めてを繰り返すと、もうあとはお家に帰るんですよ。なるほど、ターン継続ができる間は攻める、そしてターン継続が終わらない、もうちょい終わらない、もう帰りますかね。もう帰りましたね、帰りました、これで溜めればよろしいと。非常にロジカルというかシステマチックですね。わかりやすいですね。まあまあ空中しろとかで適当にガード削りつつ強そうなダメージで横火を打ちガードされたら帰ろうって言って帰るっていう感じですね。まあ、NB を使ってもいいわけですから、でリードを取ってたらリミットが溜まったからといって降りる必要はないと。ステップ上手くないですか。ステップ上手いですね。一回も落ちてないんですけど、反復動がすごい回数が稼げそうですね。何しても見せている。6分間トレーニングモードですね、これは。どっちかというとトレーニングモードできないレインさんの方が不利ですね。空車ぐらいしかやることない、空車ぐらいしかやることないですね。谷さんなんてしようものならね、ボンって下から飛んでくるかもしれないですから。でも最近ね、はい、なんか降りてマックにガードさせようって思ってるとマック普通に合わせてくるから。そうなんですよね、
あんまりいけないんですよね。あ、乗ってきましたね。ちょっとそろそろあれですね、KO ゲージがためにかかってるかもしれない。いやそうですね、なんかガードでもたまらしいですね。ガードに当てるだけでも、そうなんかですね、一発適度にごく稀に定期的にやることが現れるバイトみたいですね。なんかずっと暇なわけじゃないみたいなで、マックも攻撃食らっていいかな。そうですね。おっと、結構崩せられているぞ。打っていく。ただ、たまります。たまります。ああ、今いい打ち方だったじゃないですか。しかし崩す案としてはかなり、いや、どうだろう、ジャンプに限定なんですよね。え、あ、ジャンプに限定、そうですね。まあ、反応の遅れを期待するぐらいなんで卓ではありますが、まあ、もうその純正卓がかかるような選択肢はあまりないでしょう。まあ、マックに何を求めんだって話でもあるんですけど、お家に帰りリミット貯めますよね。貯めますね。空中へ本当て撃墜。限界を超える。さあ、これは捨ててもいいレベル。さあ、もう時間いっぱいね、うん、定期品ウェビー食らったところで負けないというか無理だ。ジャンプしたら下強で拾われましたね。これはかなり悶絶。全員選手の徹底力素晴らしいですね。あ、盛り上がってるんじゃないか。盛り上がってますけど、ちょっと離しちゃいましたね今の。まあ、ジャンプに安定ですね。ジャンプに読んで横ビーウェビーを打つ時代が来るんですね。おっと、これは浮き星がウッドルマークの空中技が輝きましたね今。下強で拾う、回避を見て空中へ空中へダメージを取って。最近リトルマック空中攻撃使って、はい、なんかメテオとかもしてくるんですよね。ああそうですね、空中下、お空中しろ、撃墜。さあ問題なら 3戦目ですね。まあ、ここまでは、はい、予定調 予定調はここまでは予定調、台本通りと。レイン選手うなずく、うんうんと予定調はっぽいですね。うん、急いなしょうがないと。これはね、村町を拒否、追加で拒否はもちろん終点ということは、他の3つから出るということは戦場拒否ったんですかね。あれ、あれどこだ、ライラット拒否ったの。ライラット拒否っぽいですね、ひとしたら。なるほど。で、山田さんは戦場拒否だったっぽいですね、おそらく。ちょうど終点が出る。さあ、これどうですか。先ほどと全く違うステージが出ましたよ。なんで終点出るんでしょうね。ちょっとびっくりですね。まあもちろんレイン選手はいろいろ考えてライラットを拒否したわけですけど、下スマッシュ等が気になったんですかね、崖の。あの、一応左右台は上スマッシュが届きますけど、中央台は届かないみたいなありますよね、ライラット。これでジャンプはまだ残している。ダメージードは見てます。これは下上強か、空中前ですよね。空中だとちょっと僕分かりません。ホテルバック前っぽい見た目、上スマッシュ対空、下打ちをジャストシードで持続を使う。空中下浮いている。これジャンプがないんじゃないか。空中で合わせたかったが合わず、あメテオスタッシュ。今のは鮮やかな流れでしたね。うまいですね今の。そうですね、メテオからちゃんとウェビーが出るのも分かってて、下スマッシュこれはやばいんじゃないですか。あーまずい、先生これはまずいですよ。あ、でも先生まずいんじゃないですか。空中前命をかけてが押されたら終了でしたね。そうですね、今アーマーでも合わせられたらちょっとめんどくさかった。そうですね、クーしためてよ。さあこれでまあほぼイーブンと言って差し支えないような。イーブンでしょう。何より KO ゲージがほぼ真っさらなのが上京大工。この着地狩り苦しそうですね。空中しろ、空着地下京通していく、浮かして、この着地の良さが気になるが、ジャクジャク暴れていく。受け身からの弱一フレ暴れ、下強スカッシュから相手のガード会場動くところを狙って、そしてダメージを稼いでいく。回避は使えないだろうと上投げ、これを KO を失って、これはかなりレインのターン、クエルで追い出してジャンプを使わせた。クエル下めてよ、完璧1ターンで終わらせましたね。そうですね、ちゃんと終点の利点が出ましたね。そうですね、浮かしきって倒しきる、これが終点のメリットですね。素晴らしい流れでしたね。なんかああいうの見るとやっぱり大鉢ってなっちゃうんですよね僕は。まあ大鉢が答えなのかもしれないですけど答えなんでしょうね。いやでもボーナスステージだから、まあそうですね、一戦目が
さあ次はどこでしょうか。B ブロックなんか注目のやつがありました。あ、なんか見て、なんか対戦表見て。なんかヤカラブロック。ああ、ヤカラ選手と、パセリバナ選手とプロトバナム選手がいる。あれって B なんですか。B ですね。あそこですね。あそこ無理じゃないですか。あそこがかなり難易度が高いというか。これ太選手とイケピ選手でしたね。そうですね。イケピ選手なんか怪しいキャラクターを今回持ってきたみたいな噂。なんかミーを作る。剣術ミーという噂がありますけど。どうなんでしょう。ミーははい弱いですよ。剣術ミーが特に特に弱いというふうに前評ではそうですよね。前評ではでもやはり開拓心イケピ何か見せてくれる。作ってますね。ミー何か見せてくれるんですかね。剣術ですね。なんか、まあ、ロムさんの影響か知らないですけど射撃ミーはちょっと見慣れてますけど剣術ミー自分全く見たことないですね。あのクラウドみたいなウェビー持ってますよね。あ、持ってる。でなんか、なんか斬撃あクラウドのよりも破攻撃、弱い版破攻撃みたいな。ラシードのあれみたいなやつ持ってますよね。上投げから空中へみたいな連携ありますよね。あ、あるある。ありますよね。あ、ない、ありますよね。あるある。それ射撃 B か、射撃スピンスマンドか。あるある。普通にどの技がどう強いか分かんないんですけど、和団子先生解説をお願いしますよ。スマブラプロフェッサープロフェッサーオブスマブラ。プロフェッサーオブスマブラ和団子射撃 B の解説ができるのかどうか。僕は知らないキャラクター。いや俺も正直知らない。だってプロフェッサーオブスマブラが知らないことは。え、だって俺あれっすよ、対策したのって射撃ミーと格闘ミーだけ。本当に本当におらんですよ。あのアバーランゴでさえ対策できないキャラを持ってきた男イケピー。対策しなくても勝てる。素晴らしい。対策しなくても勝てるのか。本当か。3時間か4時間後に泣く可能性がなくはないぞ。ここでまずはそのパワーを見せることができるか。ミー、え、射撃じゃない。射撃じゃないですか。剣術じゃないのかい。射撃ミーはみんな知ってますよね。結構射撃は結構分かられてる気がするんですか。分かられてるんですかね。対戦経験がある人はあんまりいなくないですか。え、いるんじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、でも身内に射撃ミーいますって人見たことないですか。あんまロブさんの存在。身内じゃないにしろなんかそういう時期があったから。ああ、なるほど。さあ射撃ミーでしたね。さあやはりあの空中前が有名ですね。デフォルトですね。デフォルト、デフォルトしか使っちゃいけないんですかね。梅原ルール、その方がありがたいですね。そうするとヤバいキャラが一人生まれますからね。空中前から射撃ミーといえばね、空中前、この空中前、ね、みんな多分技わかんないと思うんですけど、この空中前による引きながら打てるこの引きね、自動で引くパチンコですよね。そう、これはマジで強い。そうですね。空中前チャージショットは、まあ、サムスのものに比べると少し控えめな性能にとどまってますよね。まあ、若干弱め、特に撃墜力の点が、まあ、しかし技の性能、その立ち回りにおいてはかなりパワーを発揮してますね。空中後ろで追い返す。さあマントで数発展開されたところでという考えでしょうか。空前、空前、これどうやって引くんですか。え、空前ですか。空前、あの上り中に、なんだなんか僕も分かんないです。引くときと引かないときがある。それがね、僕たちもわからない。前関節で打ったらさすがに引かないんじゃないですか。そういうあれ、前関節以外の全てが引くんじゃないですか多分。全然わかんないです、ごめんなさい、適当言ってます。さあミーといえば割と下スマも強いんです。そうですね、破壊力満点。 あこれ撃墜、結構確定っぽい感じの引き方でしたね。そうですね、射撃ミーは捕まると脆いイメージはありますね。あの1段しかないエールウィンドで帰ってくるじゃないですか。飛びすぎだがベクトリコ知ってますね。下スマ本当にリーチ長いんですよ。さあこれはギガファイヤー、回転率の高いギガファイヤー、回転率の高いギガファイヤー。チャージショット混ぜる、ジャンパーリー一点読みでしたね多分。あー、サムス登るか、登れそうだが、さあやはり池美選手落ちてもスマッシュを打っていかなければ撃墜が狙えないか。その当て感が試される形か。あの着地非常に強いです。下スマッシュ打っていく。伊藤選手は先ほどまでガードできていたがついにこれヒットしてしまって、全然崖に当たってない。空中後ろで追い返す。燃えてない。見た目より持続が短いですかね。いや反射してるんです。あ、人のものになるんですね、自分のものに。
あー復帰が弱い。あー海が決め手を復帰が弱すぎー。打ったら後ろに下がります。カムイの空母みたいな感じらしいです。射撃ミーの射撃ミーの上 B は下にしか技の判定出ないんで、そうですね、もう上 B 界でいったら最弱のレベル、一段 L ウィンドですね。そうですね、いろんなキャラの技をなんかミックスしてる感じなんですけど、あの空前はまあ空前だけは独自の攻めになってますね。さあやはり撃墜力の差が目立つ試合になりましたが、かといってその強い撃墜案というのがあるのかどうか。ダッシュ攻撃、なんか上投げ空上みたいなやってましたでしたっけ。そうですね、ありましたね。でも一番の多分強い撃墜は下スマッシュだと思ってたんですけどね。まあ、でもあれ結構びっくり系の技だから分かられるときついね。そうなんですね、ベクトル変更をしっかりされた場合はという感じなのか。勝手なイメージなんですけど、フト選手ってカスタムとかミーとか詳しいイメージなんですよね。いろいろ遊んでるプレイヤーなんで。なるほど、空中しろ空中しろ。まあでもそこまで分かんねえって感じではなさそうですね。そうですね、クエクエウェビー火力はしっかり取っていく。空中前 4% ぐらいですか先ほどから。この空中前は6でしたね最初。あ、6、最初は6使っていた結果4ぐらいになっているか。空下に対して空下暴れ、あの空下の使い方難しそうなんですね。です、え、N なんですかあれ。 N ですね、あれ全然わかりません、ごめんなさい。上投げ空上回避まだある。 80% では今の飛び方はかなり期待ができますね。これ N ですよ。上スマッシュを食らせ、その場回避を読んでいたのか。空下が取れたのか分からなくなりました僕は。もう空下対空で置いていた N。 さあやはり撃墜はこの下スマッシュなのか。空上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 痛すぎる。空上からのもう一度ダブルアップ。これマントにやることあるんですか。んだえこの後先ほどがスマッシュを相手が動きそうなタイミングで打ってますね。打ってますね。あー吸い込まない。お、リフレクターですね。初めて見ました、この試合では。まあ先ほどの試合でも見たかったんですが、上スマッシュ対空撃墜。熱い握手ですね。接戦だったんでしょう。名勝負でした。接戦だったんでしょう。珍しいキャラが見れましたね。多分もう二度と見ることはないでしょう。剣術見ちょっと見たかったんですけどね僕。剣術はもっと弱いですよ。もっと弱いですね。もっと弱いです。立ち回りの主軸に立ち回りの主軸になる技あるんですかね。あれですよね、剣術リザードンのクエルみたいなクエル持ってますよね。いやうーんどっちかというとピカチュウより弱いクエルみたいな。あピカチュウのクエルだってあれ立ち回りであんま使わないですよ。立ち回りで置くタイプのクエルじゃないですか。いやあのロボットのクエル系の。そんなリーチ、そんなリーチはもちろんない。クラウドのクエルみたいなリーチはない。リーチない。じゃあメタライトのクエルみたいな感じですね。そんな感じ。なるほど、それの弱い版。まだ弱いんですか。うーんじゃあどれが立ち回りの主軸なんでしょう。確かね空中城とか普通だった気がする。全然わかんないです。ロックマンみたいな空中城じゃないんですか。 B プール B 終わり。終わりということですね。じゃあ、うん、おそらく少し空いて3時頃から。3時頃本戦開始ですか。はい、チャンネルはそのままでするんですか。じゃあ休憩ですかね、配信も。じゃあ、わかんないですけど、あれですね、キシルトーク。あ、キシルトークやっててください。あ、アバダンゴ相方いないの。アバトークは別にええか。まあまあ、じゃあ誰か呼びたい人いたら、はい、僕呼んできますよ。そしたらですね、まあ暇そうな上位勢じゃ捕まえてくださいよ。喋りできそうな、アバダンゴチョイスに任せます。面白そうな人。将軍さんはこの間梅木プロジェクトで話しちゃったから、まあ、コメントで、はい、こいつ呼びてえなみたいな、来てほしい上位勢ちょっと考えとく。誰やろうな。いやでもみんなねやっぱ今日ガチだから。はい、そうですね、僕も今フリーしたいっすよ。比較的はい、まあ、ちょっと喋ったらって思いますけど。なるほど、じゃあ誰でしょうね。大さんってあのカメラマンとかゲームさんは多分喋れないでしょうね。分かんないですけど。分かんないです。